さあ、ロイヤルエイフィールドのショットガン650。ツインエンジンでマフラー結構下目に出ております。今回シングルシートでしたけど、本来はタンデムできる仕様で売ってますね。結構ステップ前ですね。そしてハンドル自体は意外と狭めでございます。さあどんな感じになるのか、初乗りでございますよ。メーターの雰囲気新しくもあり、そして古さも感じさせる。またがってみる。シートコアは全然低いな。しかしステップ結構前だぞ。ステップは結構前。エンジンはこれか。おお、結構ツインの迫力のある音がします。メーターの文字小さいな。よし、シフトショック、シフトショック全然ない。すごい、一速すごい軽やかに、低速トルク十分にあります。さあ行ってみましょう。初乗りでございます。おお、結構元気よく走ります。もうちょっとね、味わいのあるドロドロした感じかと思ったら、結構レスポンスよく気持ちよく走りますね。ハンドリングは結構直進性が強い。まあこれはクルーザータイプの雰囲気ですよね。ロイヤルエンフィールドシリーズだと650スーパーメテオのちょっとクルーザータイプのハンドルをちょっと狭めて、ちょっと前傾姿勢取れるようにした感じに思えます。はい、ちょっと U ターンをしてみましょう。 U ターンしやすいか。体をねちょっと前傾姿勢前に持っていくとハンドル近いので、U ターンもしやすいですね。ブレーキの効きいい。結構かっちりしてる。のんびりしたバイクではないな。おお、回るじゃない。エンジンよく回る。あ、ステップがあっという間に吸ってしまった。決してガンガン飛ばすバイクではないな。そのままの素材感でいうと、のんびりも走るけど、そこどうなんだろうな。これからそうだな、クルーザータイプスーパーメーテオもあるし、普通のね、きっとオーセンティックスポーツの INT、 そこにカフェレーサーのコンチネンタル GT もあるしな。ロイヤルエンフィールドの6号シリーズの中でカスタム素材かな、もっともっとカスタムして、楽しんでいくような、ちょっとベースモデル、そんな感じがします。足回りね、結構しっかり固めかも。でブレーキのフィーリングもね、結構かっちり。42馬力はね、そんなね高出力狙ってるわけじゃないけど、でも決してダラダラ走るバイクではないと思います。低速のトルクも使いながら、それなりにスポーティーに楽しませてくれる、基本スポーツバイクですね。足回りがそう思わせる。ブレーキもそう思わせるな。エンジンの隙もそうだし、もっともっと操る楽しみをね、全面的に押し出しているような感じがします。
さあ行ってまいりました。ロイヤルエンフィールドにですね、新しい仲間が増えました。650シリーズで、ロイヤルエンフィールド650というとですね、スーパーメテオクルーザータイプがありますよね。そして INT65 というですね、オーセンティックな普通のスポーツクラシックバイクがあるんですが、こいつはですね、ちょっとスーパーメテオのクルーザータイプからですね、進化、カスタムチューニングされたようなスポーツバイク、春で言うならスポーツスターみたいな形ですけど、特徴的にはやっぱり結構フォワードステップというか、ミッドコントロールというか、ステップがシートのですね、かなり前まで行っている、このステップがちょっと特徴的で、またがっちゃうとまず足が、ね、前なんですね。でちょっと狭めのハンドルで、ちょっとね、ワルブってちょっと前傾みたいな、できたらね、シートの座る位置はね、もうちょっと後ろの方がいいかなと思うんで、身長ね170ぐらいあると、ちょっとね、こうワルブって丸めてかっこよく乗れるかな。私だとちょっとね、前めに乗んなきゃいけないんで、でもこういう乗り方がですね、今の、ロイヤルエンフィールドシリーズの中で新しい乗り物として、出たかなと。足つき性に関してはね、かかと、両足のかかとギリギリつかないかな。身長167センチの私でギリギリつかないんですが、でもね、シート後自身はそんなに、不安になることはないと思います。誰にでもおすすめできるタイプ。ただこのちょっと前めのね、ステップコントロールが、特徴的だけど、一応スポーツバイクとして今回はね、出されているんじゃないかなと思います。結構ね、足回りね、しっかりしてるんですよ。意外とね、固めのサスペンションというかね、こう押してみるとしっかりしたサスペンションで、フロントもね、倒立なんか入ってるんですね。柔らかいふわふわしたクルーザーよりも、もうちょっとこうスポーティーに走れるような感じになっております。ただね、ワインディングね、ビューンって飛ばすとね、あっという間にステップしてるんで、ここはね、ワインディングビュンビュン飛ばす性能は全然持ってるし、特にエンジンの出力特性なんて意外とね、上回して結構元気よく走るなと。同じね、この排気量帯で、パラレルツインのエンジンでいうとね、 W800 とかあるかな。あれなんかはね、もうちょっとこう低回転でドロッ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 というね、エンジンの鼓動感を楽しみながら走るタイプですが、こいつはパラレルツインで結構ね、回して元気よく走るタイプ。もちろん650で低速トルクもあるので、ゆっくり走ってても楽しいと思いますよ。だけどね、総合的にいろんなバージョンになり得る、カスタム素材ですよね、今回はね。このステップなんかもね、全然普通にバックステップにしちゃって、もっと低いハンドルにしちゃったりすると、結構スポーティーに走れるんじゃないか。そんな、持ち味ですよね。ちょっと外観、いろいろ見てみましょうね。まずね、ヘッドライト。今時のヘッドライトの雰囲気ですよね。結構、古いね、レトロなカスタムっぽさを持たせつつ、でもヘッドライトカバーと、これヘッドライトカバー金属なんだ。意外とこういうところに金属っぽいものをあしらうとか、こういうレバー類の質感、レバー調整のあり、そしてミラーの質感、ウインカーもそう。相変わらずね、相変わらず金属多く使ってんですよ。こういったところのね、質感、結構今ね、ロイヤルエンフィールドは高めてきてますよね。ここの部分なんかも結構重厚感、これ肉抜きなんか全くなく金属丸々がっちり押さえております。そしてタンクか、お、タンクどこっちかなるほど、タンクこう言って開きますね。よっ、ちょっと見ちゃおうかな。ひょっ、お、結構しっかりしたね、金属のタンク感ありますね。鍵はこんな感じです。新しいタイプの鍵を使っております。そしてエンジンね、やっぱりね、このね、大きな空冷のフィンついた丸みを帯びた、エンジン、SOHC、DOHC ではないので、ヘッド周りはそんなに大きくない。ただね、太いマフラーの液パイが前から2本、液パイの前にもこうやったクーリングのね、フィンがついてるとこなんかもいいですよね。でもしっかりオイルクーラーをつけておりますよね。そして出てきたマフラーは、両サイドに、これね、後ろから、真後ろから見るとね、結構両サイドに広がってるんですよ。これ結構ね、いい音を奏でるんで、ちょっと音聞いてみましょうか。
なかなかね、重厚感のあるね、少し大きめな音がしますよ。これだったらこれでね乗ってても楽しいなと思いますし、もちろんねいろいろカスタムをしてもいいなと思います。それももう一個の特徴言ってなかったですね。ここね、本来はあのタンデムのシートちゃんとあるんですよね、ステーがついてそこの上に一体感のあるシートがちゃんとあるんですが、外すこともできると。そうするとこういうねちょっとシングルスポーツみたいな形で乗れるんですが、まあ販売時はこれがちゃんとついている。ただ外してもらうと一名登録に回してくださいねっていう注意書きがありますが、シートでなくキャリアでもいいわけですよね。キャリアを残すだけでもいいので、そういったまあ今後カスタム素材として遊んでくださいねと言わんばかりのですね、雰囲気を持っております。今回のこの車両に関しては、グレーのタイプなんで、これが97万4600円だったかな。もう一つのカラーリングでも99万円台、白のねちょっとスペシャルなカラーになるとやっと100万円を超えてくるんですが、今ね90万円台でこういったスポーツバイクが乗れるようになったというのがですね、新たに、ロイヤルエンフィールドに、まあ、加わって、これからねカスタム素材として楽しんでもらうっていう形をね、言ったらいいんじゃないかなと。まあ改めてねこうやって乗ってみて、足回りのしっかり感、結構ね体重ある人でも乗れるんじゃないかなと思うし、まあ、できたら柔らかめのサスペンションっていうのもあってもいいかなと思うけど、基本設計がですね、昔ながらのように見えて足回りとかそういうものはしっかりと今の現代のね風格にしているので、昔ながら風カスタムをしても、元が古くないというのがちょっといいとこですよね。メーターもですね今だいぶ進化しているんですよね。大きめのメーターですけど、中にインジケーターあって、この中にも、まあ、かなり小さな表示ですけどありますよね。特徴的なのは相変わらずロイヤルエンフィールドさんはここにですねもう一つのこのメーターがついていて、こっちにですねナビと連動させて、ナビのねあの行き先とかを示すような、そういう機能もちゃんと、まあ、今時の機能をね、抱えているっていうのもこれまたこいつの良さじゃないですか。今現在はね、こんな形でね、まあ、遊んで楽しむ、そしてカスタムして楽しむ、もっとデザイン感とか、そしてねバイクライフを、自由に楽しめるバイクとしてロイヤルウィンフィールドの新たなる、650cc ショットガン650、ちょっとね他の車両とのスペックをちょっと見てみましょうね。ロイヤルフィードのね 650cc についてはね、ショットガンこの650に対してスーパーメテオ650、 INT650、そしてコンチネンタル GT 等々ありますけど、 INT とコンチネンタル GT は INT の、まあ、セパハンバージョンがコンチネンタル GT、 INT650 はね前後18インチなんですよ。そしてスーパーメテオクルーザータイプはフロント19のリアが16インチ、まあ本当にクルーザータイプでフロントをどっしりとさせて走るタイプ、そしてこのショットガンがフロント18インチのリアが17、なんともですねこの中間的な位置にあるところが面白い存在ではあるんですが、それぞれねタイヤのサイズを変えてその走りのフィーリングをね変えているんじゃないかなと思います。エンジンは空冷4ストローク並列2気筒 SOHC の4バルブ、総排気量は 648cc の最高出力47馬力、最大トルクが 52.3 ニュートンメーター、タンク容量はね 13.8 ですよね。スーパーメテオ650が 15.7 なんでちょっと大きいんですが、小ぶりのタンクを今回はつけております。価格はこのベースとなるグレーが974,600円、そして、ミッドタイプが995,500円、そしてプレミアムなホワイトが あしらった、ちょっとねカラーリングデザインがあるがやつが101万5300円という形になっていて、まあスーパーメテオも ILT650 も皆さん90万円台で今買えるようになってきているので、650cc でね、このどれを選んでくるかっていうのがねちょっと、気になってくるところです。まあ対してちょっとね川崎さんの W800なんかをね対象にちょっと見てみます。 W800 もクーレー4ストローク並列2気筒 SOHC4 バルブ、最高出力はね52馬力なので約5馬力ぐらい W800 のが高いんですが、
全然ね、エンジンのフィーリングはね、ちょっと違いますね。ダブルの方がもっともっと低い回転で、まあ楽しませるような感じに思えるので、最高出力52馬力が出るとか6500なんですが、こいつ、ショットガンについてはですね、7250回転で最高出力を発揮するので、まあもう少し回して走るタイプですよね。W の前後ホイールもですね、W800 はですね、フロントが19インチ、リアが18インチという形になっているので、まあそれよりもですね、1インチサイズ分小さくなった、もうちょっとスポーティーに走れるタイプという形になっております。はい、今回のショットガン650ロイヤルエンフィールドシリーズ、新たなる65シリーズの仲間が増えました。ぜひ皆さんも乗ってみてください。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。